私も一番初め、この清潔白口療っていうこの勉強会に参加する時にやっぱり大丈夫かなと、血を出してそんなに血を出して衛生面は大丈夫とか、やっぱり学校で教わっているイメージっていうのが清潔白口療のイメージにどうしてもこういいイメージを持ってなかったっていうのもあって、とりあえず行ってみるけど本当に効くのかなとか、とってもマイナスイメージのところから入っていって、まあ、それでも、まあ、ちょっと足をぶつけたりとかした時にちょっと自分で血を抜いたりとかした時に、まあ、痛みは抜けたりとかするけど、まあ、その針がまたまた痛い針だったりとかして、私にはちょっとこれを患者さんにするわけにはいかないなと思いながら、やっぱあんまりマイナスのイメージからどうしても離れられなかったんですよね。ただ一回その治療を体験すると、あ、こんなに痛みもなくて、しかも衛生面もちゃんとクリアできるんだっていうのも分かってくると、なんか患者さんにちゃんと伝えられるっていうのが大きいかなっていうのはあります。やっぱ患者さんも、まあ、針器打ち芯でもかなり敷居が高くなってしまっているので、もう針とかお灸をやられるともう痛いっていう上に、もう白口治療っていうともう血を出すから怖い怖いって言われて、でそんなに痛くないっていうのを言ってもやっぱ分かってもらえないので、まず一番初めに鉛筆芯で貼ってみて、お、これ痛くないじゃんとか、今朝まで貼ってみて、あ、これ痛くないけど、あ、すごく効くっていうのをやっぱり知ってもらって、でそれまでにすごい説明をしてあげるっていうのが大事なのかなっていうのは感じてます。で私のその治療院で、ここの研究会に通うようになって本当に大きく変わったなっていうのは、いろんなことを聞くようになりました。まあこの、はい、この間じゃない、きっともだおいおいおい昨日、いや昨日ですね昨日ちょうど新潟の村上市っていうところで私の友達でとてもお世話になった方がいて、その方がなかなか鼻水が止まらないっていうので、まあその方もともとお灸はされてしたりとかも私はしていて。まあ、お灸はとってもいいんだけれど、針についてはやっぱり怖がってまして、まあ、血を抜くのもやっぱり嫌だと。だからでその時に本当に怖くないかっていうのを散々やっぱ聞いてきたりとかしたんですね。でまず、いや、とにかく痛いかどうかちょっと触ってみてくれっていうのをまず言って、その鉛筆芯を触ってもらって、これ意外と痛くないですよねみたいな感じのまず説明をしてから、 でどこが痛いのか辛いのかとか症状をたくさん聞いて、まあ、その方は鼻水が垂れる、でも熱はないしほてった感じもないし、ただ鼻水が垂れてしまっていて、でそれが朝からずっと続いている、くしゃみも止まらないっていうのを言って、喉は痛いかとかもやっぱ聞いたりとかすると、喉は痛くない、何が悪いのかっていうのをそこでいろんな情報を仕入れないとどうしてもこっちも聞けないですし、相手も理解してないんですよね。まず患者さん自身がその症状を知ってもらうっていうのもありますし、症状だけでなくて
自分のそのハルキューに対してのイメージっていうのがどうなってるのかっていうのも患者さん自身が気づいてないことも多くて、かなりこうマイナスのイメージを持っていることさえも気づいてなくて、私が鍼灸師だからっていうのを気使ってることもやっぱ多かったりするんですよね。だからその敷居をどれだけ自分が崩してあげるかとか、そういうのってこう治療家の方から崩してあげないと、まあ私の場合は自分の名前が夏代というので、皆さん患者さんたちをみんななっちゃんなっちゃんって呼んでるような、もう本当に鍼灸らしからぬ鍼灸師っていうのが結構定着しちゃってるんですけど、でもその方が痛かったら痛いって言ってくれるんですよね。辛かったら辛くなったって患者さんが言ってくれる状態にしてあげるのが鍼灸師としては一番大事なのかなっていうのを、やっぱ今回のこともそうですし、治療をして実際に H1 を治療して、なんか鼻の通りが良くなったっていうのも前の症状を聞いているからこそで、お互いにその症状を共有しているからこそ分かることであって、その共有がなければやっぱり患者さんたちっていうのはなかなか共有したことでこうなんかこう絆がまた深まるんじゃないですけど、そういうのがかなり強いのかなっていうのは感じます。でまあ、サラサラな、まあ、その昨日治療したそのお世話になった方は背景をなので H1 を治療しましたけど、それ以外に副交感神経のちょっと興奮もあったのかなと思って H5 をして、もうものの5分ぐらいでスッと止まって、それから何にも症状がなく、で1日経ってもう一度聞いたらもう快調だよみたいな感じで言われるぐらいすっきりされるので、そこでまたぐっと何かこう掴むというか、信頼関係がそこで結ばれるのかなっていうのはありますね。